キャプティの音です、えー、今回はですね、えー、女性の修正についてえー、喋っていこうと思います、まあ、女性の修正というかで,、えー、ですねナンパを、まあ、初心者にありがちなんですけど初心者の、まあ、とか童貞の方とかっていう,ふうのはその相手の反応を無視してることが多いんですねで例えば要はナンパをしてですね例えば「おい、まあ、おい、まあ、ドロップか道聞きか」で何でもいいんですけどアプローチして、まあ、最初の第一声が「 女性に認識されてないいっててう時があるんですよそうで認識されてなくて勝手に喋り続けてで女性に、う「ん?」って顔されて「でうん?」って顔されて引いちゃうんですよね童貞とかその要は初心者の方っていうのは「あ嫌われた」みたいなそうで、えー、フェードアウトしていくっていうパターンの方が結構いるんですねそうでその時にですねあのやっぱり女性にちゃんと認識させる自分が何をしているのかそう こまあ冗談っていうか何て言うんですかねうんこれはちゃんとナンパをしてるぞとちゃんと僕はあなたに話しかけてますよっていうようなちゃんと堂々とした態度で自分がやろうとしてることを伝えないといけないんですけどそ,うでそれができてない方が本当に多いんですね。で、えー まあ、女性が何をしこの人はしてるんだろうっていうふうに分からなくてで勝手にその男が自分で傷ついてフェードアウトしていくパターンの見分け方っていうのを教えます。これは僕が、えーまあ、童貞のたけし君がナンパをしていてですね、えー、実際後ろでついてったんですけどそれで見てて分かったことです。えー、これは女性は、えー、ナンパだと思って「いやいいです」って言ってそのままね、えー、男が諦めて女性が あんまあ、歩いていくという時にですね、女性はまあ、振り返ったりとかはしないんですよ。結局ナンパなんであい,いですって断って終わったとなんですけど、えー、まあなんかよくわかんないけど断っちゃったって時は必ず一度振り返ります女の子はそう振り返るで何だったんだろうあの人っていう風に見るんですよ。そう見るんです。そうなので例えばあなたが例えば今後ね。 初心者とか童貞の方とかが特に多いんで本当にこれからの話を聞いてほしいですけど、えーまあ、声かけますよねでなんかわっつって断られたと断られたっていうか、まあ、無,無視されてとかしたとした時に、えーまあ、その女性が走り去るというか、まあ、歩き去るというか歩いていく姿っていうのを見ててくださいでもう一度振り返ったらその女性は要はあなたがナンパをしたっていうことすら理解してなかったっていうことですね。そうそもそもなんか変なや 変なやつっていうか何か後ろでゴニョゴニョ言っててで「あいいです」って言ったらなんか勝手にどっか行っちゃったなっていうその程度の、えー、アプローチしかできてなかったっていうことですね。はい、でそれはまだチャンスがあるってことです逆には。要は相手は認識してないわけですからもう一度正々堂々ちゃんとした声で言えばいいんです。そう 要は声が小さかったりだとか,なんかゴニョゴニョ滑舌が悪かったとか女性がなんかヘッドホンしてて何か聞こえなかったとか鼻が落としてたとかいろんなね可能性があるんですけど女性が認識してなかったってことですもう一度振り返るっていうのはそうだろうあの人って思って振り返ってるんでそれっていうのはそうあこれナンパだと思って分かったら振り返らないんですよその人あなんかナンパされたなあのナンパしの人って言って振り返るってことはまずありえないんですよそうじゃないそう結局なんかよく分かんないこと言われてなんか断ったけど何だったんだろうっ,つって振り返るんですよそう なんで、まあなたがね今ナンパ初心者でちょっといまいち反応が上がらないわからないっていうことであれば、えーまあ、女性が歩いていく姿を見ててくださいで振り返ったらそれはあなたの言葉が通じてなかったっていうことですこれが、えー、女性の、まあ、反応の見分け方ですね、えー、意外と自分のことっていうのはわからないので一人で活動してるとわからないんですよなんで、えー、じゃちょっとそれで判断してもらえればと思います 以上、キャプテン山本でした。ありがとうございます。